はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はですね、天気がいまいちですね。せっかく春になって暖かくなりました、メッシュジャケットとか着る機会来ましたつって盛り上がってたんだけど、なんか曇ってる。そしてですね、風邪をひいてしまいまして、お医者さんからもらった強烈な風邪薬飲んでるんですけど、今度は鼻がカラカラに乾いちゃって、強すぎて頭がグワングワンしてるところでございます。まあそんなに負けてられないので、これからも仕事頑張っていこうと思うんですけど、最近ですね、海外オフロードの旅に行ってきますって話をしてたんですけど、そこでどういう装備を持っていったらいいのか、まあ手持ちのものでやりくりしながら具体的に何が足りないのかよく分かんなくて、でただオフロードって結構走ったことはあるんだけども、全然上手にもなってないし、装備とか道具にも詳しくなってないんだけども、人からもらったものとか仕事でもらったものとかをそのまま使ってたんだけど、なんとなく多分俺こういうの好きっぽいとか、あ、こういうのあるんだって後になってから知ったことが結構あって、で実はゴーグルを探していたんですね。で僕がこれまで使ってたゴーグルはというと、はい、これです。これですね、友達からもらったオークリーのゴーグルで、価格帯が高いやつか安いやつかも全然理解していません。で特段これで不満はないんですよ。別に全然快適に使えてるし、まあ色もレッドで、たまたま僕のヘルメット、僕のカラーのこれに合ってるし、まあまあいいかなっていうイメージでいたんですけど、ラリーとかやった時に、なんていうの、木の枝とかが飛び出てるところに、じゃんじゃん顔当てながら走ったりとか、前のバイクについていきたくて巻き上げてきた砂ぼこりとか小石とか砂利をそのままこうやって顔で食らい続けたんです。やばいやばいってしゃがんで、これで受け止めてチャンスと思ったら顔をちょっと上げてどこ行くか見るみたいなことやってて、結構傷だらけになっちゃって、もう拭いても拭いても綺麗にならないんですよ。だけどゴーグルって他の種類あんまり知らないんですよ。で何がいいのかも分かんなくて、他にたまたま手持ちのものっていうと、こんなのがあるんですね。これミラーでかっこいいでしょ、すげえ反射してる。これ 100% の、元々あるやつのドゥカティのスクランブラーがどもりかけたドゥカティのスクランブラーが出た時にコラボで作ったもののようなんですね。で横っちょのこのバンドのとこにこうやってね、ドゥカティスクランブラーって入ってるんですよ。これはスクランブラーがローンチしたのが3年前ぐらいの時にアメリカでやった試乗会にお呼ばれしまして行ってきたら、ホテルの部屋にこれが置いてあって、要はこれで楽しく乗ってくれっていうイメージだったと思うんですね。でこれがあまりにかっこいいので普段使いでもたまに使ってたんだけど、このクラシックなデザイン、なんかスキーのゴーグルのようじゃん、モトクロスのバチバチな雰囲気じゃなくて、ちょっとそういうクラシックなデザインっぽい要素がすごい気に入ってるんですけど、じゃあこれが何のバイクとぴったり合うのかっていうと、ずっとピンときてなかったんですね。例えば我が家にあるアッキーに送った WR250X っていうバイクありますけど、それとまあまあイケてるけど、どちらかというとつい最近出てきたハスクバーナのスバルトピレンとかなんとかピレンっていうバイクにすごく合うような気がしてるんですね。で今回僕は普通にオフロードバイクに乗って、こういう派手なカラーのヘルメット、こういう派手なカラーリングウェアが似合うようなバイクで海外オフロード行くんですけど、これをアップデートしたかったんですね。で、あわよくばその後ハスクバーナの701スーパーモトとか、そういう綺麗で激しくかっこいいオフ車とかモタード車に乗る時にも、今から買う新しいゴーグルを使い回してきたらなと思っていたところ、ここまでが長い前置きでございます。というわけでこのゴーグル開けましょう。これはですね、ウェビックで買いました。ウェビックのポイントが僕溜まってて、ウェビックポイントがもうすぐ失効しますよってメールが来て、あ、やべやべ使わなきゃと思って数千円ぐらい溜まってたの一気に開放しました。じゃあ開けていきましょう。ほい、せい、おりゃ、はい。はい、はい、ほい、ほい。この箱どうなんですかね。高さがね、22、44、40センチぐらいあって、この中どうなってるかっていうと、買ったの今回ゴーグル1個なんですよ。奥深いこの底にほんのりいる感じ、あ、ここでもうなんか反射してるね。 100% のロゴが超かっこいい。 Amazon にしても Webic にしてもどこにしてもそうなんですけど、まあ形がね、毎回変わるものを送らなきゃいけない業者さん大変だと思うんですけど、梱包の仕方と箱の大きさ、もうちょっとなんかこう環境問題じゃないけど気の利いたやつないもんですかね。それでは参ります。デレン、タラーン、かっこいい。これちょっとかっこよくない？これどう、この大人っぽい感じ。あのね、このフレームの部分がこのなんか
メタリックのシルバー、アルミシルバーというか水銀シルバーというか艶消し感の出てるシルバーですね。で、多分これレンズ部分、これミラーだね、多分よく分かってないんだけど、僕今回買ったのがですね、100% のザ・レースクラフトプラスっていう種類のものを買いました。これを買った理由としては、このゴーグルで 100% のファンになっていたのが一つ。だから性能は分かりません。スタイルだけで 100% を気に入っています。で、もう一つがウェビックで、この 100% の商品が一覧がね、こうズバーって出てきたところで、とりあえず高い順の表示にして一番高いところが、まあ、このおしゃれなやつだったんですね。その次に来てたのがこれなんですね。だから高ければ間違いなかろうという初心者としては、一番安全パイな作戦を取った次第です。はい、それでは僕が人生で初めて買ったモトクロスゴーグル出してみましょう。こんな箱なんですね。 100% って知りませんでした。これ使わないとき、またこれ展示でいけそうだね。こないだ紹介したピークデザイン の、 あのカメラのストラップみたいな感じで、これ戻して展示したいですね。あ、で裏側ちょっと回します。裏側行きましょう。ここストラップ部分っていうの、なんていうの、ここの部分さ、こういう風に見えるんだね。だからここがね、ブルーの感じにしました。だからこのウェアもグレー基調にブルーが入ってる。ちょっとたまたまなんだけど、僕のヘルメットがグレー基調にブルーとレッドが入ってるんですよ。ちょっとそこと合うかなと思って、でレッドは持ってたから、今回ブルーをぶつけたかったわけですね。こんな感じの箱になってます。あ、危ない危ない危ない、落ちちゃう。こんな感じの箱になっております。で、これが今前に落ちかけたから前に出ると。で、これがここに止まってるの。取れました、取れました。はい、こんなものでございます。大人っぽくない？これ、なんかわちゃわちゃしたやつも憧れて欲しかったんだけど、今回ここがちょっと落ち着きのある感じの渋みのやつにしました。この後ね、街乗りでも使いたかったから、派手なやつはいくらでも探しようがあるんだけど、渋いやつってなかなか探しようがないので、これ今回ちょっと渋めにしました。ただここのバンドがこのブルーとこのスポンジの裏部分のブルー、まあ水色だね、ブルーっていうよりかは、これがね鮮やかで、そこそこ主張する程いい感じが出るんじゃないかなと思いました。だからもっとここが完全になんかこうブルーとかオレンジのミラーのやつとかも憧れがあって、そういうのモタードで都会で乗りたい、ファッションでそういうの被りたいってイメージあったんだけど、今回まずちょっとシックめのやついっとこうと思ったんですね。じゃあちょっとバンドほどいてみましょうか。あの紳士服のあのワイシャツとか留めてるクリップみたい。はい、こんな感じ。これをちょっと装着してみましょうか。これ、はい、行きます。ほい、こんな感じになりました。ここさ、ここがこう一回こう上に行くじゃん、こうウィンって、ここでこうウィンってしてるところが 100% っぽいね。このちょっとクラシックな感じいいっすね。これここがさ、まっすぐだってレンズがもうちょっと小さい方がいわゆるモトクロッサーとかレーサーっぽいんだけど、ここが上にかけてなだらかに登っていく、なだらかに登っていく感じが非常に 100% っぽくございますですね。これかっけー、いいね。これミラー感いいね、本当に。これあのスキーっぽい、なんか定期的にモトクロスとかスキーのアイテムって、あのオートクチュールとかその高級ブランド服、 高級既製洋服なんたらかんたら、要はファッションショーね、あのモデルに今日がランウェイこうやって歩く、ああいうショーによくこういうモチーフが採用されるんですよ。例えばここ 2,3 年でもバレンシアガで、モトクロスブーツ、アルパインスターのモトクロスブーツがランウェイ歩いたんですよ。だからこういうのって定期的にこのスポーツで象徴的なやつってファッションの世界に行ったり来たりするんだよね。これかっけえな。これちょっとヘルメットに合わせてみましょう。ほい、こんな感じ。かっこいい。っていうかさ、これさ、ゴーグルの先っぽになんか鼻みたいなのがくちばしが伸びてるのね。ドゥカティのムルティストラーダみたいな感じでこう伸びてるんだけど、伸びてるやつがヘルメット側のここに干渉して、収まりが正直いまいちで、今はめようとしたらこれ外れたんだけど、これ脱着式なのかな。これちょっと後で説明書ちゃんと見ますね。こんな感じです。正面がこのシルバーの感じ、ちょっと角度が今適当なのでちょっと上向きに向いちゃってるんですけど、全体のシルエットとフォルムと色味を見てください。こんな感じですね。僕のこのヘルメットのグレーのところね、コンクリートグレーみたいな感じと、このシルバーのフレームが非常に相性素敵でございますね。で、横回っていくとですね、僕のこの R、レイの R ね、これこっち側も R になってるんだけど、この R がこれキャンディーブルーみたいな色なんだけど、そこにこのブラックのベルトと水色のブランドロゴの感じ、いいですね。あ、いいですね。これかっこよしですね。これかっこよし。ちょっと一回この鼻当てが気になるんで、説明書ちゃんと読んでみたいと思います。
はい、説明書は付属してないんですけど、このパッケージの裏に説明書きが書いてありました。これを読む限りですね、リムーバブルノーズガードって書いてありますね。リムーバブル、とりあえず取り外しができるということですね。アタッチメントオブザノーズガードエンシュアズスタビリティアンドプロテクションインザモーストテスティングコンディション、過酷な状況でのスタビリティやプロテクションを、提供するぜみたいな機能だそうですね。だからこれある意味これあってもなくてもいいってことですね。これで、このヘルメットとの相性もあると思うので、僕今回これはですね取っちゃいます。こんな感じで簡単に取れます。取った状態でここの収まり良くなりました。で、アライヘルメット側の鼻当てのとことちょっと干渉してますが、これは実際にちょっときつめの標準の状態のバンドのままで止めちゃったので、ヘルメット側に食い込もうとしてくる力がすごいですね。まあでもこれで、干渉はせずに、むしろヘルメット側のノーズガードみたいなここの隙間なく綺麗に埋まりました。この辺に微妙な隙間が残ると、ここから砂ぼこりとか雨水とかが侵入してきちゃうので、これぐらいビタビタで結果ラッキーですね。うん、かなり隙間なく収まった。僕基本的にはフルフェイスの普通のシールドの普通のヘルメットのが好きなので、オフメットで正直ちょっと不慣れなんですよ。で、ここの開口部が広いがゆえの快適性とか風が入って気持ちいいとか爽快パーとかあれど、隙間が気になってたんですよ。その隙間がかなり埋まったから、今回試着も何もせずに買ったけど、結果オーライじゃないですかね。これ結果オーライじゃないですか。これだから例えばこのヘルメットでこのバイザーをなしにして、マットブラックとかでこのゴーグル一つでハスクバーナーの701スーパーモタードスーパーモトとか乗ったらかっこいいんじゃないので、場合によってはここのシールド面をオレンジとかレッドとかブルーとかのミラーレンズに変えてもかっこいいでしょうね。お、いいよこれ、めちゃめちゃ気に入りました。いい買い物しました。ウェビックポイント溜まってて消化しなきゃいけないから、とりあえず適当に買ったんだけど、とりあえず僕の本命ゴーグル今回出会いました。ということで僕のゴーグル探し、もう一発目なんだけど、まあこれでいいかなっていうか、これかっこいいしめっちゃ気に入ったっていうところで、100% のこれレースクラフトプラスという、これ僕の当面のメインのゴーグルに採用でございます。おめでとうございます。 100% 様、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いいよこれ、なんかモードなデザインだね。レーシーではないんだけどモードな感じですね。で、ここの開口部が横にビローンって大きいやつだとメガネしたままでもつけられるから、まあ、私メガネユーザーなんで広い方がいいですよってコメントで教えてくださった方もいっぱいいらっしゃいまして、僕裸眼なんですけど、今まで使ってたのがちょっとこう狭めの印象があったんですよ。ここの端が視界にフレームインしちゃってる感じが、だからちょっとこう外に離れてくれたので、これいいですね。これ気に入っちゃったんで、ここのレンズの空張りを揃えるかフレームの色ごと変えちゃうかで、僕のバイクライフ当面はこの 100% のゴーグルで行こうかなというふうに思いました。はい、これ気に入りました。ということで、これをちょっと街中実際に使ってる映像も見たいよね。ということで、今度 WR でこれの感じで走ってきてみようと思いますので、そんな動画作ろうかなと思います。引き続きレイブログぜひご覧になってください。海外オフロードの旅の準備が何気にちょっとずつではありますが、ちょっとずつ進んでございます。どこに行くか、何のバイクに乗るかもだんだんはっきりとしてまいりました。その話も続けてまいりますので、引き続きご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、以上レイがお送りしました。